第13号苦戦艇は、日本海軍の特務艇、苦戦艇。第13号型苦戦艇の一番艇。戦団護衛中に撃沈された。四計画の特務艇、第1 8 5号艦型の一番艇、仮称艦名第1 8 5号艦として計画。1939年7月18日、鶴見製鉄造船鶴見造船所で起航 1940年2月23日、第13号区選定と命名されて特務艇第13号型区選定の一番艇に定められる。3月30日、浸水。4月19日、偽装員事務所を鶴見製鉄造船鶴見工場内に設置し事務を開始。7月15日、竣工し、偽装員事務所を撤去。11月15日、特務艇類別等級と、 官邸類別等級の改正により特務邸の苦戦邸から官邸の苦戦邸となり、本席を横須賀鎮守府に、駅務を横須賀鎮守府警備県練習苦戦邸に、第13号型苦戦邸の一番邸にそれぞれ定められる。長浦を拠点として行動する。1941年3月31日、第14号苦戦邸と第15号苦戦邸が春行し、 横須賀防備戦隊令下に新編された第2区戦隊に両艇とともに編入。軍隊区分に横須賀鎮次府海面防備部隊に配置。4月1日、第2区戦隊司令区戦艇に指定される。以後、6月30日まで東京湾港の防備と訓練に従事。4月4日、第2区戦隊司令区戦艇を第15号区戦艇へ変更。7月1日、 第2区戦隊の確定は A 機務を横須賀陳府警備区戦定に定められ、第2区戦隊は大港横行部に編入、軍隊区分時基礎支部隊に配置、同日横須賀発、4日大港機。9月19日まで訓練に従0時、9月20日、第2区戦隊は第3艦隊第1根拠地帯に編入、21日大港発、 22日、横須賀期。以後11月25日まで内地で諸訓練に従0時。10月30日、佐世保へ開港。11月26日、マコウへ進出するため、寺島水道を出撃。太平洋戦争の開戦時は、フィリピン攻略に従事。0九1941年12月10日から12日まで、アパリ沖で行動し、14日高尾駅等。 18日、ルソン島東部のラモン湾上陸部隊に合同し、高尾を出撃。24日から30日まで、ラモン湾で行動。30日、乱印作戦参加のためダバオへ向け、ラモン湾発。1942年1月2日から6日まで、ダバオで行動。9日から13日にかけて、ダバオ沖で、対戦相当に十時。14日、バンカ島へ向けダバオ発。 16日から22日まで、バンカ島で行動。22日、ケンダリ攻略に参加するためバンカ島発。24日から27日まで、ケンダリ攻略に従0時。29日、バンカ島に帰島。30日、ダバオへ開港のためバンカ島発。2月1日、ダバオキ。2月3日、バリクパ版に開港のためダバオ発。6日から18日までバリクパ版に所在。 十八日、マカッサルへ開港。十九日、マカッサル。二十日、バリクパパンにそれぞれ寄港。二十二日から二十三日までマカッサルで行動。二十三日、バリ島へ開港。二十五日から、バリ島で行動。三月十日、第二区戦隊は、第二南図解艦隊第二十一特別根拠地帯に、編入。バタビアを拠点として、戦団護衛に従事。 1942年5月1日、第2区戦隊の3隻は駅務を横須賀陳述府警備区選定に定められ、第2区戦隊は横須賀防備戦隊に編入、軍隊区分東京湾方面部隊第1、相当攻撃隊第2小隊に配置。同日、バタビアからスラバヤへ開港する陸軍戦団をバタビア水路北口まで護衛。同戦団の護衛を、 第14号区船艇に引き継いだ後は、水路北口の警戒に従事。その後、スラバヤを出港した第15号区船艇と合同し、内地へ開港のため高尾へ向かう。15日、第2区船隊が解体され、元第2区船隊の3隻は、横須賀防備船隊に編入。21日、元第2区船隊の3隻は、本定町の指揮により、内地へ向け高尾発。 28日、特設苦戦抵抗生丸の共同を受け、横須賀に入港。29日、横須賀防備戦隊司令官の巡視を受ける。本邸は、横須賀到着後に入居修理を予定していたが30日、第1相当攻撃隊、第1小隊の特務艇浮島、道佐島と合同のため横須賀を出撃し、稲取沖の合同海面に向かう。合同後は、 伊豆大島西方海面で対戦相当を実施。31日からは30日に第14号区選艇が潜水艦を探知した地点を中心に捜索を実施。6月3日、昇空を徹して伊東に開港。4日、一旦浦賀に帰港して補給を行う。補給後は伊豆大島羽部港に進出する予定だったが、機械故障のため両艇から分離し、 新島へ向かう。5日、風早崎先沖で爆雷戦を実施。7日、長浦に帰島し、機械の修理に着手。24日、羽生港へ進出。同校到着後、伊豆大島新島間の商区で行動。28日、伊豆大島新島石室崎を結んだ海域で対戦相当に従事。29日、第14号区選定との合同と、 合同後の対戦相当を命じられ、ハブ港を出港。同日立山で、第14号区選定と合同し、野島崎東大沖の潜水艦相当に向かう。30日、補給のため長浦に帰島。7月1日、石室先沖の勝区へ向け調を裏発。以後、第14号区選定や、第15号区選定と交代しつつ、伊豆大島付近の勝区で行動する。 7日、伊豆大島岡田港を出港し、横須賀へ向かう特務監査と護衛。護衛終了後、岡田港に帰島。13日、11日に三宅島と三倉島で、不時着した追格爆撃機搭乗員の救難に従事1942年7月20日、本帝第14号区選定、第15号区選定の3隻は、 第五艦隊霊下に新編された第五戦船隊に編入。27日、東京湾で行動。29日、キスカ島へ進出のため横須賀発。8月1日、釧路に帰港。2日、釧路発。5日、占い森島に帰港。7日、キスカ島へ向け占い森島発。11日、キスカ島期。15日まで、キスカ湾で警戒に従事。 15日、第14号区選定とともに、アッツ島へ向け、キスカ湾発。16日から27日まで、アッツ島で警戒に従事し、28日キスカ湾に帰島。以後、キスカ島アッツ島間を移動しつつ、警戒に従事。10月9日、キスカで空襲により、第13号区選定では、低調重傷などの被害が生じた。10月11日、 第5区隊は、キスカを離れ、日程丸を護衛して、片岡湾へ向かった。15日、バラムシル機。以後、本邸は11月13日までバラムシルに所在。11月13日、北海道東部へ向けバラムシル発。15日、エトルフ島、シャマン部に寄港。18日、シャマン部発。19日、ネムロ沖で行動。 1942年11月20日、第2国戦隊の3隻は駅務を横須賀陳守府警備区選定に定められ、第2国戦隊は横須賀防備戦隊に編入、軍隊区分直接護衛部隊に配置。12月3日、立山湾で下泊。4日、横須賀機。9日、第2国戦隊確定は横須賀防備戦隊司令官の巡視を受ける。19日、 石川島造船所に開港し入居修理を行う。24日、第国戦船が解体され、横須賀防備船隊に編入。本艇は、軍隊区分直接護衛部隊から除かれ、軍隊区分東京湾部隊に配置。1943年1月、石川島造船所での修理が終わる。13日と14日の両日、東京湾で単独訓練を実施。 2月15日、軍隊区分東京湾部隊から除かれ、軍隊区分直接護衛部隊相当攻撃隊に配置。同日、大勢丸を護衛して、長浦を出撃し、同戦と共に、立山で下迫。16日、引き続き大勢丸を護衛して、神戸へ向け立山発。18日、神戸機。神戸到着後、由来開港。20日、 八千8220戦団を護衛して、揺ら発。22日、浮島製法で戦団から分離し、長浦に帰二25日、柴園丸護衛のため長浦発。第二解放付近で柴園丸と合同し、八丈島へ向かう。26日、八丈島機。同日、サイパンから横浜へ向け航行中の特設運送船人用丸を護衛するため、 八丈島を出撃し、風早崎東方で同戦と合同する。27日、長浦に帰島。3月、軍隊区分北三陸部隊に配置。三陸方面で、戦団護衛に従事する。4月3日、戦団護衛中に、野川沖で、アメリカ潜水艦ピカーレルの攻撃を受けてひかみなりし、沈没した。5月1日、第13号区選定は、 横須賀陳寿府警備区選定の駅務を解かれて、帝国区選定席から除かれ、第13号型区選定から削除された。本邸の官邸類別等級別表からの削除時に、第13号型の定型名は、第14号型に改められた。若杉寺一,一大位、1940年4月8日から1940年7月15日、小林日本大位、 1940年11月15日から1941年12月30日、河村貴一呼び対位。1941年12月30日から1942年11月15日、鬼頭竹次郎呼び対位。1942年11月15日から1943年1月18日、竹添時は呼び対位。 1943年1月18日から1943年4月3日、戦死、同日付任海軍予備少佐本来の定名表記は第13航空戦艇。以上、10月11日から11月19日までの行動は第5艦隊戦時日誌による。銅山丸、座大山丸、東海丸、リサ丸。 昭和15年11月15日付け立ち第256号による感染職員含む規定第1条の改正で苦戦定庁が新設されるまでは本定に限らず苦戦定の定庁は公式には存在しない。ありがとうございます。